ありがとうございます。はいよ、おいで。ちょっと待って、なんて言ってるか。バレた。はい。バレた。うん、もう、あいわいわいわいですって。そういう名前ってことで。いやもう自己紹介。なんか、はい、ちょなんかもうさ、ずっと喋ってるからさ、なんかもう疲れちゃうか、なんか喉疲れちゃって。はいはいはい。はい、どうも翔太郎ですってのがもう。ありがとうございます。何言ってるの？マジで音だよ、うん、今言ってなかったね。今回はですね、前回がすごくロイヒーに好評で、常用のウージー、はい、今回この入ってるリハスタ代を2人分払ってくれるってことを条件にこれを譲るっていうことになれっていうくらい、もうそれでもいいっすよっていうくらい欲しいっていうね。あとこれをね、今動画外で話してたんだけど、そのエフェクターの進化ってすごいよねっていう話をしてて、何がすごいってその音色の幅なわけですよね。だからメタルゾーンをさ、すごいいいじゃん、強いじゃんっていうね、主人公にして今やってるわけなんだけど、はい、メタルゾーンもメタルゾーンの1個の音しか出ないわけじゃないですか、良くも悪くも。そういうものなわけじゃん。で、2021年、だこれ1992年のエフェクターで、2021年のエフェクターがどう進化したかっていうと、メサブギーの音も出るし、マーシャルの音も出るし、とにかくいろんなジャンルの音がこれ1台で出せますとかさ、うん、ね。あと言ってたのは何だっけ、こう一つのエフェクターの一つのエフェクターに例えば歪みと空間系のフットスイッチ2つ入ってて、中に回路が2つあるみたいな。そうだよね。その回路とか基板とかが昔よりこうちっちゃくても同じ性能が出せるようになったっていうのが、シンプルにその技術の進化で、そのちっちゃい筐体の中にいろいろ詰め込めるから、高音質な音っていうよりはいろんな音、うん、何種類も音が出せますよっていう方向にエフェクターって今進化してるよね、そんな感じがするよねって話をね、うん、ちょっとロイヒーとそうしてたんですけど、はい、そうなんだけど、でもその走りなんですよ実は。この今回紹介する、ベリンガー ギター GDI21 っていうのがテック21のサンズアンプ、はい、ね、こう有名なこうベースのプリアンプで有名だけど、そのギター版もあります、 GT2 っていうのがあります、うん、ね。で、それのコピー品なんですよ、ベリンガーは。なんだけど、そのサンズアンプっていうのも、GT2 っていうのも実は、マーシャルの音、フェンダーの音、メサブギーの音3つ出せますよとか、そういう一つのエフェクターにいろんな回路を詰め込んだっていうことの走りではあるわけ。ある意味。ある意味ね。はいはいはい。だから、今回、メタルゾーンとの対決っていうよりは、実はウージーとの対決かもしれない。あー、なるほど。そう。いろんな音出せますよっていうさ、ウージーとのこれは対決になってしまうのかもわからん。実はこういう戦いの構図ができるんじゃないかなと俺は思ってまして、おそらく1994年にベースドライバーサンズアンプのベース用プリアンプの方は発売してるんで、おそらく近い時期だと思います。だ90年代前半か中期くらいに出たもの。だから2021年とかに出てるウージーと比べるともう25年くらいの年の差なわけですよ。でも完全にね、よく何トーナメント編とかで出てくるおじいちゃんキャラ。ああなるほどね。なんかもうこんなおじいちゃんがさ、わしをこんなところに引っ張り出して戦えるわけないじゃんみたいなこと言いながらめっちゃ強いやつみたいな。なるほどね。そうそうそう、なのか本当にただのジジイなのか、はい、亀仙人みたいな。そう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 、亀仙人的な本当にただのスケベ人。そうそう、ただそう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 、戦うとめっちゃ強い、そうめっちゃ強いやつなのか、それが分かるってことですね。そうそうそう、じゃあちょっとそれで早速ね、やっていきたいなと思います。今のところメタルゾーンを主人公と捉えるならば、はい、どうかな、悟空、ベジータ、いい感じに仲間、最終的に仲間になったといえば魔人ブー。ああ、もうそこにあるピンク色のやつがラディッツ。ラディッツね。ああ、いい例えだ。いい例えかもしれないそれ。すげえいい例え。で、今回亀仙人のご紹介です。今回亀仙人のご紹介。いや、俺もドラゴンボールね、リアタイじゃないからね。そこまで詳しくないんだけど。だからメタルゾーンもオラワクワクするぞって言ってるよ。ちょっと。よろしくお願いします。
これリターンだよね。そう、今リターンでさしてます。でね、これちょっとね、モッドっていうのが、うん、まあ、モッドとかマイクシミュレーターってのすごい多くて、で、まあちょっといろいろ調整がめんどくさいんだけど、一個ずつやっていくと結構時間かかっちゃうんだよな。まあやるだけやっていくか。と、今フェンダー系、フェンダー系でやってます。フェンダー系でやってて、で、モッドはクリーンで、マイクはセンターにしてます。マイクはね、センターかオフ X ってやつが結構。何のマイク？だからマイキングよ。あー、はいはいはい、マイキング、はいはいはい、そういうことね。そうで、センターってのは高音のど真ん中に刺したやつ、はい、で、こう俺たちはなんとなくマイキングやってるから経験あるんで、で、オフアクシスってのは、あの、前に俺が、最近よく俺がやってちょっと角度をつけてやる、はいはい、空気感、エアー感入れました。で、クラシックってのはちょっとモコッとすんの、うん、クラシックなマイク使ってるって意味だから、だからちょっと俺あんまおすすめじゃない。まあ要するに、うん、あのレコーディング用としての機能、もともとはそう、そうだよね、そうそう、レコーディングでこう音の傾向を変えれます。そうだよね、そうそうそう、はいはい、本当にアナログな頃のアンプシミュレーターなんで、だからよ、そう、今あのデジタルのアンプリチューブとかでやってるようなさ、うん、アンプリチューブとかバイアスアンプとかでやってるようなあのマイキングをちょっといじれたりするじゃん、あの画像がマイクの、そう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 、パソコン上に出てきて、うん、あれをもう、そう、あれをこのスイッチだけで再現しようっていう、はいはいはい、もう90年代の考えだよね、うん、ネットも全然浸透してないであろう頃、うん、っていう頃のこうマイキングっていうやつなんですね。まあ、だから音も結構変わるっちゃ変わるんで、で、今フェンダー系にして歪みを落として、このモッドっていうのはクリーン、ハイゲイン、ホットってあるんだけど、もうあの上げれば上げるほどゲインが上がる、うん、もうあの基本的にあのホットとかハイゲインにすればするほどもうゲインがすぐ上がってくんで、なんかイメージとしてはね、こうマーシャルでこれを上げると改造マーシャルっぽい音になるとか、あ、そういうイメージではあるんだけど、でも俺結構音の抜けがいいからクリーンが好きだったりする。で、ツイード、フェンダーね、で、ブリティッシュ、マーシャル、カリフォルニア、メサブギー、マークシリーズっていう感じにはなってるんだけど、じゃあ今フェンダー系がちょっと行ってみたいと思います、うん、で、コントロールはトレブルとベースだけ、ミッドはないです。まあここら辺は当時のサンズアンプね、あ、ベースのやつと一緒だね。で、これをちょっといじってみる。サンズアンプの中で一番クリーンな音かなっていう感じではあるんだけど、うんうんうん、意外と悪くないでしょ。いいね、リターン全然、うん、あ、いい音じゃん、普通になるような感じだと思う。で、まあフェンダーの音だから基本歪ますものではないっちゃないんだけど、まああえて歪ますんであればね、あえて歪ます、ちょっとドライブ上げてみます。今ドライブ本当になかったけど、うわ、音量曲がるんで注意。ちょっと1個上げてハイゲインにします。もうフェンダーの音ではない、うん、違うね、急にキャラクター変わっちゃったから。だからフェンダーらしくいくなら俺はこの一番下で押さえておくのがいいかな、うん、個人的にはもうね。じゃあちょっとこれで、ストラトいってみようか。
リアセンターでやってくる。全部いいよね。じゃあちょっとお次マーシャル行きましょうか。クリーンでやってます。マイクはセンター変わらずねやってます。でマイクとオフアクシスの違い、だオフアクシスの方がちょっと低音感というか空気感的なのは達してるんだけど、どうかな、トレブル上げたら変わるかな。音抜けは若干悪くなる感じがあるんで、うん、センターがいいかな。センターでトレブル絞るくらいが。で、ハイゲインにやってみましょうか。ハイゲインモード。で、オフアクシスにもしてみる。やっぱ俺クリーンの方が好きなんだよね、うん、クリーンの方が気持ちいい。クリーンでセンター、まあこれが一番ベストな状態ではあるかなっていう感じで、うん、まあちょっと低音の抜けに関してはね、もしかしたらストラトにすると変わるかも、うん、これ今あの EMG だから、うん、EMG だからね、ちょっとそこもチャレンジしてみる、はい、今ストラトリアでやってます。はい、そうか、なんかはロー足らんね、全然ちょっと今微妙だな、正直な。前と比べて俺の耳がさ、うん、だと当時の俺は耳が悪かったからさ、うん、これをいいように感じた可能性が出てきたな。でもあの本領ジャズコなんで言わせていただきたいのは、おさあ、おなるほどね、俺はそれもジャズコにつないでいい音だな、うん、わーいってなってたから分からんよ、まだ分からんよ、まだ分からんよ俺からしたら、はい、はい、じゃあ次はカリフォルニア、メサブギーですね。メサブギーでクリーンでセンターマイクで行ってみます。いけるところまで行ってみるか。ホットモードホットモードにします。ロー結構出るようになったね、うん、じゃあこれちょっとマーシャルモードにもう一回戻して、
なるほどね。で、マーシャル、クリーン、クラシック、マイクをね、マイククラシックにする。まあ予想通りモコッとするんで、クラシックっぽい音にしたい人はいいかもしれんけど、ちょっとまあちょっとこれはって感じだね。やっぱ俺センターの音が好きかな。マイクはマイクはセンター、うん、モッドはクリーンか、まあローが出したけホットでもいいし。で、ストラト、はい、メサブギーマークシリーズ風の音をちょっとストラトでできるかな。マーシャルでは、マーシャルではちょっとこういう感じですっていうね。はい、はいはいはい。どう、今言った方がいい、マーシャルでの。まあ、じゃあ聞こうか。あー、なるほど。もう行っちゃいますよ。はい。行っちゃっていいですか。うん、行って。いや、いいんじゃん。おー、いや、なんか、まあ、もったいないところは、うんうんうん、フロントで使えない。そうだね。ってところが。さあ、このフロント雑誌が、ちょっと試しにフロント雑誌してみる。ずしとその特化型ではないけど、うんうんうん、幅広く手広くいろんなアンプライクの音を出したいってのに持ってこいだと思う、うん、おいいっすね、うん、お褒めの言葉いただきます。じゃあまずで、まあいいんじゃん。マーシャルクリーン、マーシャルでやってみるか。で、EQ フラットです。レベルは真ん中くらいにしようかな。わかった。あー、わかったわ。あのプリアンプ二重掛け、完全なる、完全にこう音のレンジがギュッギュッってなっちゃう。メタルゾーンと同じ状態だね。はい、じゃあジャズコの方でね、そかで、だいたいさっきと同じくらいの設定かな。ちょっと変えてみるかな。じゃあ今ハイゲインになっちゃったのかな。違う、なってないね。ちょっとオフアクシス。ちょっとモコが解消されない。そうだね。あのね、うん、マーシャルの方が良かった。マーシャルの方が良かったかも。あえて狙って出すんだったらありかもしれない、ね。ああ、そうだね。こうモコっとした感じをあえて狙って出すんだったらいいけど。そうね。別にそれを狙ってないのであれば、うん、っていうか別にこれでも狙わなくてもいいし、うん、オッケー。ちょっとフェンダーは、ちょっとフェンダー系は、うん、次マーシャル行ってみようか。
で、どうしようかな。今クリーンなのでハイゲインかホット、これもどうかな。今これハイゲインで、ホッホッ。で、オフアクシスにしてみます。やっぱモコ感消えんね。どう？モコモコっていうの。なんかモコ感を消そうとして、うん、トレブルを上げるとちょっと痛いかな。うん。だからミッドの調整ができないっていうのが、うん、おそらくちょっと、うん、まあ、あのジャズコをやる上ではそうだね。若干痛い気がしてるね。まあちょっとこの流れでカリフォルニアも行ってみます。大松感はいいんだけどね。ちょっとトレブル上げてみる。悪くないかな、意外と。だからジャズコにはカリフォルニア、クリーン、センターでトレブル結構上げ目にして、まあドライブもしかしたら気持ち下げてもいいかもね。
構好きかも、この設定。普通にアンプシミュレーターとしていい音出してるなっていう、うん、なんだけど、ただやっぱこの設定をちゃんと自分の知識として入れておかないとフラットな状態で弾いていい音にならないから、うんうん、だからそういう意味でやっぱ知識がいる昔のエフェクターだなっていう、ね、メタルゾーンの時もそうだったじゃん、うん、やっぱりこうちょっとドンシャリにしないといい音ならないなみたいなのをちゃんと知識を入れておけばこのカリフォルニアの設定でジャズコではめっちゃいい音出るなっていう感じ、うん、うん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 。じゃあ、ストラトでいってみっか。ツイード、クリーン、センターでちょっとクリーンめの音、フェンダーの音出していきたい。クイッ。次へとブリティッシュ。なんかね、フロントでもセンターでもバランスがいいっていうのが個人的に素晴らしいかなって感じだね。で、じゃあ最後カリフォルニア。
今ゲインマックスにしてもこんなもんだけど、うんうんうん、はいはいはい、これでなんとなしに大体の全部の音は出たかな、はいはい、まあちょっと、はい、あのホットモッドとかハイゲインモッドってやってないけど、まあまあまあ大体音の傾向はつかめたかなっていう感じなんですけど、うん、はい、はい、こんな感じでしたがね、じゃあちょっとロイヒの感想からいただいていいですか。なるほど、うん、なんて言えばいいかな、あのね、うん、まあいいよねっていう感じなんだけど、なるほど、だけどあのね、メタルゾーンほどの感動がないんだよね。そうだね、わかる、うん、使えると思う、うん、使える、あの音の音色の幅が広いから、あの合う合わないとかを見つけやすいんだけど、モコッとするからちょっと違うなとか、そうだね、そうだね、いろいろと調整しやすいんだけど、ね、逆にそこが穴になっちゃってて、あ、あのメタルゾーンほどあの素直にその楽簡単にポンってできないところもあって、うん、そうね、まあいいんだけどもったいない。そうだね、俺も結構音作りに苦戦してたからね。欲張りすぎちゃってる。あ、いや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 欲張りすぎちゃってるけど、まあ使える、全然使えるけど、欲張りすぎたゆえのメタルゾーンほどの感動が薄い。そうだね、っていう印象かな。やっぱ多分ここのスイッチ、うん、すげえ苦戦すると思う、みんな。何も知らんかったら、だってフェンダー系、マーシャル系、メサブギー系なんてさ、うん、今の人は知らんよ。知らない。いや、まあそのなんていうのかな、昔ほどさ、アンプを試奏する機会少ないじゃん。あー、はい、はい、だ、あの俺らってさ、高校生、大学生あたりギリギリさ、うん、やっぱアンプ持ち運びばないと、ね、いい音作れないんじゃないみたいな世代で、なのでやっぱ必然とこう思想いろんなとこでしてさ、うん、やっぱメサブギーな、やっぱマーシャルいいな、いろんなメーカーあるなとか、そういうのを知る機会ってたくさんあったんだけどさ、うん、今現時点でやってる人たちってそこまでアンプヘッドをまず買わない可能性が、うん、まあ、特にライトユーザーとしては買う人がいなくて、ってなると、そのアンプってどういうものだよみたいな知識っていうのもさ、あのものによるんだけどね、あの例えばマルチエフェクターで勉強とかできるよ、確かに、うん、そういう知識があればまだ別だけど、うん、でもさ、あのカリフグリッドトゥエットみたいなさ、うん、やだから知ってる人しかわからんみたいな、せいぜいさ、うん、ツイードぐらい書いてる、ね、そうね、グリッジショーがさ、うん、もちろんわかりやすくね、うん、そう、このコントローラーとかほんと知ってる人じゃないとうまく使えない。だってオフ X とかさ、いやマジでマイクとか最初はなんだって思ったけど、でしょ、言われて、うん、あ、そういうことね、そう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 、でさ、CNTR なんてさ、センターじゃなくてコントロールって呼ぶ人いると思うからね。いや、どういうことやねみたいな、 CNTR でセンターって言いたいみたいなんだけどだからもうそういう、もう分かる人じゃないとうまく扱えないっていうさ、うん、俺らアンプヘッドの音もなんとなくさ聞いてきてさ、でマイキングとかも自分たちでやってるから、なんとなくそういう知識があって、あ、そういう知識を踏まえた上でこういうことなんだなって分かって今音作り俺はできたけど、うん、でやっぱ94年のくらいのさ、90年代のちょっと説明不足な、うん、こう時期だよね、う
なんか言わなくても分かんなきゃダメっしょ、うん、みたいな、うん、そんなん分かれよお前みたいな、ちょっと音楽業界上から来てたユーザーに対してユーザーに対して上から来てた、あの時期やっぱなんだろう、メタルゾーンで感動しちゃったからなのか、うん、当時より耳が良くなったからなのか、なんかあいいなって思えるポイントはあるんだけど、なんかこれをがっつり自分が使ってる姿が今もう想像できなくなっちゃったっていうか、うん、惜しいなっていう感じだよね。メタルゾーンがすごい良すぎた。まあだから悟空は完全に亀仙人を超えてしまったっていうことなんでしょうね。完全にやっぱ悟空だからさ、から亀仙人も近いことができたわけじゃん、ね、カメハメハ打って月をさ、なんか吹き飛ばしたりできたわけじゃん。なんだけどやっぱもうちょっと悟空の方が今強くなっちゃったってことで、はい、うん、残念ではありますが、ちょっとね、まあこれもだから音はあのいいとこね、いいとこ、うん、いいとこつくとすごいいい音が出るよっていうことで、まあただちょっとその音作りの複雑さとか面倒さとか、このスイッチに関してのね知識がある程度ないとっていうんで、ちょっとクロート向けというか、まあリターン差しっていうのも、うんうん、あんまりそんなにジメタデですって人がやることじゃないんだけど、 そうだね、そうね、それプラスさらに面倒くなことがあるから、うん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 、ウージなんてさ、うん、これをフロントに刺して、うん、刺せばある程度いろんな音がでも使えるっていうさ、はいはい、そうだね、っていう時代が来てる中そうだね、じゃあわざわざこれをチョイスするのか、そう、もう古い知識を総動員してね、そう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 、やんないといけないっていうこの面倒くささがある上でそれをやるのかっていうと、そうちょっとね、うん、楽だんだよね、楽だね、だからちょっと完全に老害ってことでいいですか、老害に、老害にって悪くはない、悪くはないよね、全然音は悪くない、音は悪くないね、ポイントあるんだけど、うん、そうそうそう、ちょっと、うん、なんか選ぶかなっていうところだよね、わ、うん、かりました。まあじゃあね、ちょっと今回はそうか、まあいい戦、いい勝負したけどってことだね、うん、いい勝負したけど、まあちょっとここまでチョイスするってことなんで、はい、残念です。